た肉をどうしよう、これどうやって切るじゃん。これ見えるかな、こうやってこれで、これ500キロの 牛の骨だそうです。こんな感じで、わかるかな。どうやって切ろう。丸のこか。よし、切ってみる。なんか敷かなあかんな、これ。これを、どこがいい。この辺が見えますかね。もうちょっと下か。レンズがもうちょっと、レンズがいいかな。ここで、石切り分子を入れといて、いるか。これはすげえな、しかし。これ、丸のこか。ノコギリで切れるかな。なんか残り限度ができちゃったなぁ。いつも木切ってるやつで切ってみよう。これでノコギリいきます。これだってここでとりあえず切ったとして、もうでかいわけでしょ。どこで切るんじゃん。これなんかないと無理やつ絶対に。入れてみる。うわ、かばこれは木より硬いっていうのが分かったところで、ってことはこれでいってみるか。鉄を今度鉄切るときに使ってもいいですか。まだ立たん。見えるはするけど、多分ね、ごめんなさい、さっき聞こえたかったかな。これ多分飛騨牛なんですよ。で、まあ、この間いた友達のところのお肉屋さんでもらってきたんですけど、20周年のこれぐらいで。で、この間たまたまちょっといい肉壊してあげようと思って買いに行ったんですよ。そこに、そこすごいいい肉屋、お肉屋さんで、地元でも有名なところなんですけど、そこで僕の友達というか、腐れ縁というか同級生というか幼馴染というかがいて、で女の子が女性なんですけども、ね、僕と同い年なんで、まあええ年なんですけど、がなんか手伝いに来てて、僕が買いに行った時に、でそしたら、まあ20年経ったんだって話とかしてて、そういえば肉じゃないわ、骨ってねえかって聞いたら、もう今うちで骨抜いてないからって言われて、で話をしてて、まあ久しぶりに会ったんでちょっといろんな話をしてて、その中で会社が20年迎えたんだよねって話をしたら、おめでとうっていうところから、
今日電話かかってきて、ちょっと来れるっていうもんで、で、なんだと思ったら、この肉が用意してあってね、あの20周年おめでとうと書いてあって、嬉しかったですね。こんなで、でかい骨、ね、初めて僕も見ましたけど、同級生というか、あの腐れ縁というか、幼なじみというか、はもう、小中高一緒で、もう本当にね、学校も家も近かったので、学校も一緒に帰、高校まで一緒に通ってたりとかね、してた子なので、まあ本当にあれなんですけど、で、そこのおじさんがね、もう昔からお世話になってる人で、ちょっと来いっていうことで、この肉を今いただいてきました。食えない骨を。これはやばいぞ。時間置きで。さっきから太るというか、ね、赤身。はい。そら食うわな。そら食うわな。はい、ある。ああ、ちょ、取れへん。はい。これな、脂身多いけど、あるやな。いた。そらうまいわな。さくら。ちょっとこれ、これ。やりやがったこいつ。これ。はい。ごめんなさい、うまいこと取れないこれは。激しすぎる。よし、じゃあちょっとカット。カットの時間こんなになりました。見えんか。これをちょっと冷凍しておきます。うわ、手ベトベト。